エミリアーノ・ビビアーノは、イタリア・フィレンツェ出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。地元である AC フィオレンティーナの下部組織出身。2002年、クラブが破産する1ヶ月前にブレシアカルチョの下部組織に移籍する。ブレシアでは、ルカ・カステラッツとマッテオ・セレーニの前に、出番に恵まれなかったが、2004から05シーズンに、レンタル先であった当時、セリエ B の AC チェゼーナで、プロデビュー。その後ブレシアに戻り、4シーズンにわたって守護神を務めた。2009年1月2日、インテルナツィオナーレミラノが350万ユーロで共同保有権を獲得したが、そのままブレシアでプレーを続けた。7月13日にインテルとボローニャ FC の共同保有となり、2009から10シーズンよりボローニャでプレーすることになった。自身の古巣であるチェゼーナに移籍したフランチェスコ・アントニオーリに代わってポジションをつかむと、セリエ初年度にして34試合に出場。シーズン終了後には、ボローニャとの共同保有が1年を延長された。翌2010から11シーズンも、レギュラーとして33試合に出場し、ボローニャのセリエ残留に貢献した。同シーズン終了後に、AS ローマへの移籍に合意し、ボローニャがインテルから保有権を買い取った後に移籍する予定となった。しかしボローニャが入札の書類手続きでミスをしたため、結果的にインテルへの完全移籍が成立した。7月23日、練習中に左膝前十字靭帯損傷の大怪我を負い、手術を受けた。離脱中の8月31日、インテルとジェノア CFC との共同保有となったことが発表された。2012年1月13日、インテルがジェノアから共同保有権を買い取った後、新たに US チッタ・ディ・パレルモに共同保有権が譲渡された。2011から12シーズンの後半は、パレルモでアレクサンドロス・ソルバスからポジションを奪取して20試合に出場した。シーズン終了後に、パレルモが保有権を買い取り、8月1日にフィオレンティーナにレンタル移籍。ユース時代以来の復帰となった。移籍後は退団したアルトゥール・ボルツに代わって聖 GK に定着した。2013年9月2日、アーセナル FC へのレンタル移籍が発表された。2014年8月12日、UC サンプドリアへの完全移籍が決定した。2018年6月22日、プリメーラリーガのスポルティング CP と1年間の延長オプション付きで2年契約を締結した。2019年1月7日、スポール2シーズン終了までのレンタル移籍が発表された。2005年にオランダで開催された FIFA U-20 ワールドカップでは、聖 GK を務めた。2007年の UEFA U-21。欧州選手権では、ジャンルカ・クルチの控えだったが、大会中は、クルチの負傷により代わりにゴールマウスを守った。2008年の北京オリンピックにも出場した。2010年8月7日、新たに監督に就任した、チェーザレ・プランデッリによりイタリア A 代表に招集され、9月7日のフェロー初等戦で、初キャップを記録。ありがとうございます。